暮らしとコーヒーの切り抜きをご覧の皆さん、こんにちは。暮らしとコーヒーの僕です。今日の切り抜きはこちら。暮らしとコーヒーの動画。はい、では抽出をしていきましょう。レシピはこんな感じ。氷が 350g に対して粉が 60g で 700ml、 サーバーのメモリで 700ml まで抽出をしていきます。はい、いきます。まず真ん中から小さく一周で、大きく一周で 50ml まで注いでいきます。で、中騰開始から30秒まで待ちます。はい、で真ん中 1.2 にゆっくり 50ml 中騰していきます。で、5秒経ったらまた真ん中 1.2 に 50ml。 はい、で、また真ん中 1.2 に 50ml。また真ん中一点で 50ml。で、また真ん中一点で 50ml。 で、また真ん中一点で 50ml。 また真ん中一点で 50ml。 真ん中一点で 50ml。 で、真ん中一点で 50ml。はい、で 550ml まで注いで、サーバーのメモリで 700ml が来たら抽出完了です。はい、よいしょ。はい、で、3分で抽出が完了しました。暮らしとコーヒーの動画。